世界で唯一の航路を持つ来島海峡で海の交通安全を守っている来島海峡海上交通センターによる出張授業が橋浜小学校で行われ、児童たちが身近にある海の要所について学びました。橋浜小学校で行われた来島海峡海上交通センターの出張授業には5年生49人が参加しました。そしてセンターが制作した動画を見ながら施設の役割や管制官の仕事について学びました。この授業は海上交通の安全を守るセンターや管制官の仕事について知ってもらい、海の安全安心の大切さを伝えようと来島海峡海上交通センターが初めて開いたものです。例年であれば市内の学校から大勢の子どもたちがセンターを訪れ見学していますが、今年度は新型コロナの影響でこれまでにセンターを訪れた学校は一校もありません。こうした状況を受け、センターは学校へ出向く出張授業を企画し、市内の小学校へ呼びかけ、今回初めて橋浜小学校で開催することになりました。心も体も豊かな生活ができます。この日は海上保安庁のマスコットキャラクター海丸くんが駆けつけ、児童たちは丸×クイズに挑戦。動画で紹介された来島海峡やセンターなどに関する問題が出題されます。来島海峡海上交通センターは世界で唯一、潮の流れによって航路が変わる海の難所来島海峡で航行する船の安全を守っている海の要所です。センターには潮流の速さや方角を船に知らせるための電光表示板が設置されていて、管制官は24時間365日行き交う船に指示を送ったり情報を提供したりしています。児童たちは出題されるたび大きく手を挙げて回答し、正解するとガッツポーズ、学んだことを発揮します。そしてクイズとじゃんけんに勝ち抜いた児童には海丸くんのグッズがプレゼントされました。あ、いいよ。2番、5番キーホルダー、ね、7番、これやった。めっちゃ近い。講座の終わりには質問の時間があり、職員は船への指示の出し方や海上でのルールをさらに詳しく解説。児童たちは海の交通安全や管制官の仕事への関心を高めていました。潮の流れとかが変わったりするときは、右側通行だったとしても向きを変えるってところにびっくりしました。24時間365日、来島海峡の航法に違反している船がいないかチェックしたり、いたら無線電話で注意したり、いろいろしているんだなと思いました。お仕事の話を聞いて、今まではそんなに興味がなかったけど、そうやってやりがいがある仕事と聞いたら、なんかすごくやってみたくなりました。来島海峡海上交通センターは今後もこうした学校での出張授業を積極的に開いて、地域の次世代を担う子どもたちに海の安全安心の大切さを伝えていきたいと話しています。はい、座りましょう。